シャイ・アガシはベタープレイスの創設者及び CEO である。それ以前、アガシは SAPAG の生産技術グループ代表を務めた。彼はその役職を2007年3月28日に尻ぞき4月1日付で正式に辞任した。新エネルギーと気候変動の分野で利益を追求するためである。2007年10月に彼は、 プロジェクトベタープレイスと名付けられた会社を創設し、現在の化石燃料技術の代替として、電気自動車を基礎に、グリーン輸送インフラストラクチャーへ焦点を合わせた。2003年、36歳の時に、赤氏は CNN タイム市共同リストの、世界的に影響力のある人物2003年トップ、20の一人に挙げられた。はタイムの2009年5月11日のも、 影響力のある100人リストに掲載された。ソフトウェア起業家、アカシはトップティアソフトウェアをイスラエルに1992年に創設して後にその会社の本部をカリフォルニア州へ移した。アカシは社長、最高技術責任者、その後の CEO というように様々な才覚でその会社に従事した。彼はその会社の発展に関するすべての重要な 局面に直接関係し、そこには戦略的計画、技術的方針、資金調達、二つの買収に関するマネジメント、SAP、バーン、マイクロソフトなどの会社との OEM 契約の交渉が含まれる。トップティアは企業をリードするポータルベンダーであり、その時 SAP が2001年4月にその会社を取得した。トップティアソフトウェアに加えて、 アガシはいくつか他の会社を彼の父親、ルーベン・アガシと共同で創設し、そこに含まれる、クイックソフトリミテッドは、イスラエル市場の主導的マルチメディアソフトウェアの、極在する流通会社である。その他、2002年4月に、再び SAP が取得した中、小企業ソフトウェア開発業者のトップマネージや、1995年に、創業停止した。 マルチメディアプロダクション会社のクイックソフトメディアなどがある。彼はヘニングカガーマンが2007年にその地位を開けた後に次の SAP の CEO の役職に就く予定であった。しかしながらカガーマンの CEO としての契約は監督委員会により2009年まで延長された。シャイが2007年からの SAP 運営に目を向けていたにもかかわらず、それは 社員の辞職につながった。噂では、彼は辞職してから、すぐに、レオ・アポテカーと共同の仕事が提供されていたが、彼はそれを断ったということである。SAP で彼は、SAP の全体にわたる、技術戦略と実行に責任があった。この指導的地位で、彼は統合と応用プラットフォーム SAP、ネットウィーバー、複合的アプリケーションをパッケージした、SAP ザップス。 SAP, SRM, SAP ビジネスワンの開発を監督した。SAP 理事会への彼の登用の前、アガシは SAP ポータルズの CEO を務め、後に、かつて SAPAG の完全子会社として、創業していた合弁会社 SAP マーケッツと SAP ポータルズの CEO を務めた。彼は2002年に SAP 理事会へ登用された。 アプリケーションプラットフォームアーキテクチャグループの代表、ピーター・ツ家ンケと共に、アガシはべての SAP の方策を通じてソフトウェアアーキテクチャを調整するスートアーキテクチャチームを共同で主導した。2008年1月にイスラエル政府は電気自動車の利用を促進する幅広い努力への支援を公表し、そこにはベタープレイストルノー及びその 提 k 相手にス3自動車の間のジョイントベンチャーが含まれる。ルノーとベタープレイスは交換可能なバッテリーの開発に取り組んでいる。アカシは最初この事業のために2億ドルを調達し、それは史上最大かつ最速のシードラウンドの一つである。出資者に含まれるのはバンテージポイントベンチャーパートナーズ、イスラエルコーポレーション、イスラエルクリーンテックベンチャーズ、モルガンスタンデー。 アニブエナジーキャピタルのマイケル・グラノフが主導した個人投資家たちである。2009年に彼は追加で1億3500万ドル調達した。イスラエルでの発表に続いて、ベタープレイスはデンマーク、オーストラリア、米国の2地域ハワイと北カリフォルニアでネットワークを立ち上げた。会社が言うところでは世界25カ国以上で話し合っている。2008年4月に ドイツ銀行アナリストの報告ではその会社のアプローチは自動車産業への広範囲の混乱を終わらせガソリンエンジンすべてを排除する潜在能力のあるパラダイムシフトとなりうるという結論が出ている2008年の夏にシャイアガシはイキャンプと呼ばれるイスラエルの国際ハイテクサマーキャンプを訪れたその目的はプロジェクトベタープレイスに関することとイスラエルが 最初のグリーンエネルギー独立国家になることの重要性に関してハイテクに興味のある小さい子供たちや10代の世代と話をすることであった。ありがとうございます。